ちは。ここは大阪天王寺のあべのハルカスです。あべのハルカスといえば300メートルの展望台っていうイメージを持っている方も当然いると思います。しかし展望台以外にも魅力がありまして、毎年冬になるとあのようにこの16階ではイルミネーションが行われているんです。この動画が公開されているのはおそらくクリスマスイブの12月24日だと思うので、そのクリスマスイブにふさわしい内容かなというふうに思いまして行ってまいりました。あべのハルカスのイルミネーションです。去年はね、ここに大きなアベノベアっていうアベノハルカスの水色と白のクマがいたんですが、あとクリスマスツリーがあったのかな。だけど今年はないようですね。その代わり去年にはなかったこのような電飾が、なんていうんだ、天井を彩っています。さあ外に出てみましょう。絶対寒いですよ。すごいね、風も吹いていてとっても寒いんですけど、まあその今そのはず、屋根がないですからね。16階です。ここはアベノハルカスのこの16階の部分ではこんなようなイルミネーションがクリスマスになったら行われるんですよ。ここはね、確か夜の10時まで空いていたはずなので、結構遅い時間でも大丈夫です。くどいようですが、ここは一応16階です。ですからあのような景色も見えないことはないですよ。しかし綺麗な夜景を、より綺麗な夜景を見たいならば、お金を払って60階にある展望台に行くのをおすすめします。最後までのご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。またつまらなかったと思った方は遠慮なくボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。